ましょう。何回？4回。129。皆さんこんにちは、モーニングローリーのテリーです。今時間はだいたい夜の12時半、今ねいる場所は徳島です。もうちょっと早くなんかいろいろこちらで会おうと思ったんですけど、ちょっと飲みに行ってましてですね、2軒ほど、1軒目がね、名前何やったかな、魚屋っていう、本当に魚っていう字にベタやね、名前の付け方が、家っていう字書いて魚屋っていう店、魚料理を食べたくて、行ったんですけど、名物は何だっけな、ゆず、これすだち、徳島の名物のすだち様炭酸割りお酒、それと一番大きかったのは玉ねぎかな、玉ねぎ料理、玉ねぎの煮物みたいなやつですね、まん丸い、これ美味しかったですよ。で1軒目だけで、終わって、帰るか思ったんですけど、ちょっと2軒目も行ってみようかなということで、2軒目はまあバルですね、バル、まあビールがあって、その辺の洋物の飯が普通はあると思うんですけど、バルなんで、これは島唐辛子餃子、でもまあまあ普通の和食というか、まあそういった魚料理も多分にありましたよ。で、まあその2軒回ってきたんで、ちょっと酔っ払ってしまってですね、ベッドで寝ちゃいました。起きたらもう11時半とかだったんで、今頃こんな時間に喋ってます。ここじゃねえじゃん、今いたところか、これが翔誕島、そうなんです。兄ちゃん俺こっち側の敷地が全部、兄ちゃん俺 YouTube 映っても構えへん、 YouTuber 映っても構えへん、全然構えへん。徳島で発見したなんか大阪に住んどった上新城の上新城っぽい、これからなんかわけわからんとかで飲みに行きます。行きます。行くかどうか知らんけど、帰るわ、帰るよ、こんなもん55歳過ぎのおっさんが邪魔したら帰る、これ邪魔したら気分満々。ちょっと遠いですけど、ここまたってもう、ここ左行くっていうのが一番最寄り、こっちでね、ローソンが見えたらその前がグランビリオンですんで、ありがとうございます。親切見てでしょ、親切に顔が顔に、いやいや僕同じこと言ってましたよ、狭いぐらい、先生ここ左曲がってきても、ありがとうありがとう、こんなこと言ってましたよ、ありがとうありがとう、まあそんな、そんな、もしかしたら帰るまだ早いかも分かんない、こっちがちょうど町になりますんで、5分前から俺もう徹底してて、徳島にもこういう若い頃がいっぱい出て俺は楽しいよ、超若いって言うてるでしょ、楽しいよ、僕昭和生まれなんで、昭和生まれ、昭和生まれいいやん、ガチガチの昭和生まれなんでバッチリやん。ここ左行って、ちょっと大きい信号が多分行ったら分かると思うんで、じゃあどうぞ渡ってもいただいて右手にあると思うんで、徳島の愉快な愉快な兄ちゃん、ありがとうございます、ローソンの真ん前がホテルです、ありがとうございます、面白い、ありがとうございます、教えてくださいね、ありがとうございますってことです。すごいな、レインボーやな、これ徳島の夜はレインボーです。ここ潜りたいな、おしゃれやろな、ここをひたすら歩いていくと川沿いなんで絶対道に迷いません。到着したところのホテルは徳島のちょっと石垣島にも行ったグランビリオホテルです。グランビリオの徳島、グランビリオホテルの徳島ですね。これは有名なルイトリングループのホテルなので、それのちょっと高級版って感じですね。まあ、それが徳島にもあったんで、ちょっと例の GoTo キャンペーンで撮ってみました。あ、ほんまや、ここや、ここや、ここやだな、あ、グランビルって書いてある、グ
グランビリオン。石垣島のグランビリオン以来、ここは徳島のグランビリオン。グランビリオン。何これ、流木？まあまあ広めやな。まあやっぱこう、コロナ対策バッチリ。とりあえず石垣島以来のグランビリオ、徳島泊まってみたいと思います。徳島なんで、四国にあるんですけど、途中淡路島を経由してこっちに来たんですけど、なんかものすごい久々に明石大橋をなんか渡りましたよ。明石大橋は何年ぶりぐらいに渡ったかな。多分柏島行く時ぐらいですよね。その時にちょこっと渡るぐらいで、当時は結構金額が高かったんで、あまりこう渡りたくなかったんですけど、まあ、そういう意味もあって、まあ、和歌山に行くことが多かったです。久々にちょっと値段がだいぶ安かったんでね、ちょっと明石大橋を渡ってこっちの方までやってきました。淡路島なんですけど、一辺のハイウェイオアシスっていうのはね、明石大橋降りたところにあるんですけど、車が満タンで、多分その例のキャンペーン使って来てる人がいっぱいいるんでしょうね。道の中に入れなかったんで、降りたんですよ、そこから。降りたらね、まあ、夢のような世界が広がってて、もうちょうど海岸沿いをずっと進むわけですわ。それが、今までいつも高速道路直通しちゃうんで、経験しなかったんで、非常に楽しかったです。最初に入って、た店が恵比寿屋だったかな。まあ、そう昼飯旅に入ったんですけど、恵比寿屋のね、恵比寿ホテルの中にあるようなイメージのお店でしたね。多分あれ夜行くと最高でしょうね。魚料理がすごくいっぱいあって、ただまあどれもこれも高かったんで、昼間っから4000も5000も6000も使ってられないんで、一番安いの探してたらあったのが海鮮丼。ところがこの海鮮丼、まあ一杯1600円なんで、2人で3200円ぐらいするんですけど、これとわさびと溶いてかけるよってな。かなりいいね。1600円にしてはうまかったですよ。シラスがね、まだちょっと透明感が残ってて、それも含めてうまかったです。食べ方はね、なんかちょっと珍しくて、うずらとわさびを醤油に混ぜて、それからまあ丼に入れてねっていうような、けったに振り方するんですけど、それはそれで美味しかったんですよ。で、ママちゃんもなんかうずらの卵、当然卵苦手なんで。うずらいらんねやろ。ちょうだい、うずらいらんかったら。あれうずら卵2個分を自分のものにして、食させていただきました。結果的に1600円高いかなと思ったんですけど、飯としては元は取ってると思います。ただ昼間から1600円使うの嫌だなっていう感想で、そのままその店を出てきました。あ、そうそうそう、今昼飯食うために恵比寿屋入ったって言いましたけど、1軒目はね、農産物の特売店みたいな店があったんで、そこ入りました。で、なんかいろいろトマトとかいろいろ書いてあったんですけど、トマトも一応売ってたんですけどね、なんか簡単な野菜とかありゃいいながら、中玉ねぎです。淡路島玉ねぎ名物らしいんですけど、オール玉ねぎのお店でした。まあ玉ねぎでもなんかブランドがあるらしくて、いろんなものを用意されてたんですけど、まあ普通の玉ねぎスープを買って出てきたっていう感じですね。まあ、これちょっと帰ってからまた飲んでみようかなと思うんですけど、ということで、その農産品直売所っていうところで、それが1軒目です。で、その後が恵比寿屋、それが昼飯ですよね。で、また海沿いをずっとドライブするんですけど、なかなかね、快晴やったんで、ブルーのこう海と空が映えるような道を延々と進むわけですよ。で、しばらくするとまた道の駅があったので、道の駅のね、何やったかな、東浦ターミナルパークっていう道の駅がありました。で、そこで、軽くなんか買い物を、まあ、僕はしなかったんですけど、普通にコーヒーを飲みたくて、コーヒーショップのカフェティーかなんかいうところ、まあ、これはな、猫をね、猫推しの店ですね。猫ばっかり推してて、そこでホットコーヒーを飲んでトイレ行って、まあ次へ行きました。まあとにかく長い、どれぐらいの何キロ、ちょっと測ってないんで分かんないですけど、5、6キロの海岸線ですよね。ずっとそれを進んでて、まあ、そのドライブしただけでも気持ちいいですよね。オープンカーで走りたいな。で、そういう走行してるとですね、なんかガラーンとしたお菓子御殿みたいな店があって、名前はね、淡路お菓子館っていう店がありました。まあ、建屋はね、ものすごくでっかいんで、なんかものすごいものが中に売ってんのかなと思ったんですけど、よくよく見ると駐車場も結構ガランとしてて、そのまま中入っても人が0人、
だった気がす、気がしますね。店員さんが2人ほどおったんですけど、誰も入ってなくて。ただまあ、コーヒーは無料で飲めるっていう、ちょっとポイントがあったんで、その場所に行って、コーヒーを、まあ、無料で飲んでました。多分あれ、観光バスかなんか、普通の観光もあれば、どうやろうな、コロナの前とかは多分結構たくさん来てたんちゃうかなと思うんですけどね。まあ、名物のなんか、お菓子があるんですよ。その名物のお菓子の名前が、ウスドラっていう名前らしくて。らしくてじゃないな、ウスドラって名前でしたね。多分ドラ焼きやと思います。ドラ焼きのパンみたいなところに挟まれているのが、通常はあんこみたいなやつだと思うんですよ。それがなんかクリームパンに入ってるクミンみたいな。ちょっと食べなかったんで、なんとも言えないんですけど、一個だけとかね、お試しで置いてくれてたらいいんでしょうけど、置いてなかったんで、一箱丸々買うのも嫌やったんで、どんな味かわからないよね。まあまあ、多分にぎわってる時は、普通に試食置いてるんやと思うんですけど、全然試食とかも出してくれてなかったんで、ちょっとわかんなかったかね。食べなかったんですよ。なんか買ってないですね。まあそういうウスドラっていう名物の、メーカーみたいなところがあるところを通り過ぎて、でそのままちょっと島みたいなところを抜けてですね、抜けてないな。その途中にまたなんか淡路ワールドパーク、おのころっていうのがあったので、そこに一回入ってみました。まあ、これはまあ遊園地ですよね。面白いのはね、ものすごいクソバカでかい観覧車と、これはまたちっちゃい観覧車が2つあって、それを乗り比べてみるのも面白いかもしれないですね。あとまあまあまあ入場料取られるんで、そこは気をつけてください。無料かなと思って入ったら、入場するときにお金が入ると。まあ駐車場はタダですけどね。行こうか。なかなか面白かったな。でっかい観覧車、ちっちゃい観覧車が良かったわ。で、まあ、その、おのころっていうところを抜けて、また、普通の道に戻ってくるんですけど、まあまあ、なかなか楽しいドライブです。ただ、まあ、それ以上ちょっと時間的に結構遅なってきたんで、洲本のインターンチェンジから、結局高速乗りましてですね、そのまま一直線に、この、徳島まで、鳴門の渦潮のところを通って、橋の名前何やったかな。そのままでした。大鳴門橋。その大鳴門橋を通って、鳴門の渦潮も多少やっぱり上から見てると見えるんですよね。それをちょっと覗いて、四国に入ってきました。で、四国、徳島ですよね。まあ、鳴門市も含めて、なんか僕の印象ではもうちょっと田舎かなと思っとったんですけど、もう、車線の幅も広くてね、大都会ですよね。ちょっともうちょっとこう、田舎の方が好きなんで、もうちょっとこう、こじんまりしてるかなと思ったんですけど、もう大渋滞でしたわ。で、やってきたホテルが、この、グランビリーホテル、徳島ですね。まあそこに到着したわけです。で、先ほど一番最初に言ってた、居酒屋2軒行って、もうちょっとゆっくりしようかなと思ったんですけど、ゆっくりするところが、酔っ払って寝てしまいました。ということで今、うなと喋ってますけど、時間にすると、今、12時46分です。ママちゃんは寝てます。睡眠中です。ということで、ホテルの様子はまた明日、撮影したいと思うんですけども。とりあえず、朝飯をついてなかったんですけど、通常は1420円のところが1000円で朝食が食べれるみたいなんで、頼んでみたいと思います。2人分。はい。明日のその朝飯を楽しみに、とりあえず今日は寝たいと思います。昨日夜見てるときそっちって書いてあったね。ありがとうございます。こんな感じで手手消毒やる。グランビリオ徳島のモーニングです。カメラ持ちながら撮りたいんですけど、びっくりするほど思ってる以上に人が多くて、あとモザイクするのが大変なんで、別撮りで音声だけ撮ってます。いろいろこうものがあって、特にこうシラスが多い。シラス山ほど入れてやるよ。ちょっと目の前が茶色いもんばっかりなんで、茶色い系があんまり好きではありませんから、舌が子供なので極力朝から揚げ物とかね、そんなのを食べていこうかなと。
あ、シューマイみたいなやつがあるの、ね、はい、シューマイですね。シューマイ取られますか。はい、はい、お、シューマイがあったかそうな感じで並んでますけど、ちなみに今、コロナの体制はどうなってるかというと、僕は今手に、ビニール袋をつけてるんで、当然こう入った時の瞬間にこうアルコール消毒をした後、手袋をして、手袋でこう感染を防いでいこう。通常はバイキングを中止してですね、現場の人が持ってきてくれるっていうのが、比較的ちょっと高級めのホテルの場合は多いんですけど、ここはね、ちゃんとバイキング取れるようにやってくれてます。一応もちろんマスクしないと入れてくれないですよ。だからね、逆に言うとね、手袋をしなあかんからな。一応コーヒーとパン、その問題のコーヒーとパンがどこにあるか分からない。コーヒーです。とパンやな、パンを食べに。これ何やろな、これがなんか分からへんぞ、気になっちゃわないの。プリン、これ後で取ろうかな。とりあえずパンやな。あ、いっぱいあるやん。あ、いっぱいあるな。ちょ、サラサキ取ろう。サラサーティーとな。サラサーティーどれ行こうかな。なんかいっぱいあるけどな。ワッフルかな。うん、ワッフル。パンケーキしようかな。この見て、甘々ゼミや。クロワッサン2つ。これだけでいい。これとりあえずこれでいいや。よいしょ。恒例のお部屋紹介をしたいと思います。泊まってる部屋はここ一番端っこの2つ目ぐらいで、入ってすぐに一応右側がこれね、ユニットバスなんですよね。でユニットバスなんですが、一応設備はこういう右耳かきとか、レザーもこれ持って帰ろうと思います、使えへんかったから。で、ボディタオルで歯ブラシですね。でドライヤーは危険なんでここに置いてなくて、中に、部屋の中に置いてる。で、これなんていうかな、ここのグランビリオさんもルートインの仲間内なんで、こんな感じでシャンプーリンスこう分かれてないですね。だから中身が高いものなのか安いものなのか分からないっていう感じで、シャワーもこれは出さなくても日本のシャワーなんで十分出てきますから。一応トイレはちゃんとしたお尻に優しいやつです。で鏡があって、こっちにクローゼット、ちょっとノーマル的なやつよね。なんとね、これも普通についてます。で空気清浄機が電源入れてないですけど入ってる、入れとこうか。でツインベッド、どうしてもこっち側汚いな。でこれがテレビですわNHK の来るテレビ、ね、意外とねコンセントがあんまないねんな、これな。ここに一極集中しててコンセントがあんまないっす。どこ？あ、ほんまや。一応ここに今見たら一個だけコンセントがあります。あとは集中攻撃してるやつですね、この中のね。でベランダはないですけど、ベランダっぽい仕上がりにはなってます。こういう感じでちゃんとテーブルと椅子があって、なんせったってこう外眺めるとヨットハーバーがあるので
この眺めを見ながらちょっとビール飲んで、まあ、ビール飲むまでもなく倒れてしまいましたけど、そんな感じのお部屋です。あとはアクティビティちゃうの、なんてユーティリティはティッシュがあって、これ Wi-Fi はついてるんでこれ使わんと思うけどね。ドライヤーはここです。でこっち側が湯沸かしポットと、あ、これまたあれちゃうか、あー残念サーモスや思ったシャバタ。残念なのはこれかな、この冷蔵庫がちょっと奥が浅い、そんな感じ。まあでもよう冷えますけどね。以上でございます。マクロケア、15階スカイバンケットっていうところに来たんですけども、電気消えてますね。マクロケ見えない。普段は多分開いてるんだと思うんですけど、とりあえず今は閉まってます。やっぱコロナの影響ですよね。暗い、飛ば上がってこないかな。上がってきてもらわないと困るんだけど、一応この15階は、まあ、節約のために電気とエアコン切られてるんで暑いっすね。あ、来た、テンポなんで困るよ。じゃん。ちょっと14回もちょっと見てみましょうかね。こう和洋懐石寿司鉄板、多分ここも閉まってんのかな、もしかして。あ、やっぱり知らない。ここも同じようにマクロケですね。残念ながらこれはしょうがない。1階は一応稼働をしてる。ちょっとさらっと見てみますけど、ここのビュッフェレストラン、これも一応ここも臨時休業なんで、3月4日から当面の間で、その横にある、自動販売機ですね。ここは好調に開いてますけど、あった、好きな、これは後で買おう。これ買わなあかんわ。一応手元には、まあ、そこら中にこの手消毒のやつ置いてあるんですけど、電子レンジがあるんで、ここで夜深夜ですね、もしかしたら食事ができるかもしれない。で、グランビリオはこういうルートインの、まあ、系列なんで、ルートイン絡みのものが全て置いてある感じがしますね。ここにグランビリホテルの5会食プランというのがあって、やっぱね人が多いんですよね。ガンガン下向けでカメラ向けとけないと場が映っちゃうと思うんで、まあ、軽くエントランスはこれね、受付結構人がいます。で普通に、まあ、こんな感じで一応プラスチックのやつがしてある。でここは何やろな、民芸品で、ここが大広間みたいになってます。綺麗な、やっぱりこういうところは。グランビリオはやっぱりちょっとルートインよりはちょっと数が上な感じがしますよね。まあ、そういうつもりで作ってるんでしょうけど。でここもロビーのラウンジあるんですけど、同じように当面の間、まあ、これ編集してあげる頃にはもしかしたらオープンしてるかもしれないですけど、コロナ対策で感染リスクを下げましょうということで、一応まあこういうふうなこれぐらいの距離を取りましょうっていう、一応その中にいろんなスポンサーが出てきているんで、まあ、それもちょっとビジネスに一応なってるみたいですね。新しい生活様式、まあ、自然とこういうのをみんな守るようになっちゃってるんだな。これがグランビリオホールって、さっき朝飯食べたところです。まだまだいっぱい、なんか皆さん飯食べてますよ。一応9時までなんですけどね、5分ぐらい経過してます。でさっきなんか気になった、誰が書いたか分かりませんが、なんかかっこいい聖書というかあれがあります。こちら側はこのまま多分立体駐車場に行ってしまうと思うんで、立体駐車場があるんですよね、ここはね。結構たくさんの駐車場があるんですけど、僕はたまたま1階に停めたんでよかったですよね。で、このピアノが、グランドピアノがあって、こう大広場の上から見るとこんな感じですね。これ変わったシャンデリアやな、神かな。あ、違うな、シャンデリアじゃないね。それっぽく見せてますけど、飾り付けでこうなってる感じ。結構広いよ。これ壺です、壺。阿波伝統工芸ですって、大谷焼き。おしゃれやね、綺麗ですね。
ということで、グランビリオビラガーデンじゃないですけどグランビリオの徳島、やっぱり GoTo トラブルで、安かったんで、来てみましたけど、人がねやっぱりね思っている以上に多いです。皆さんこうコロナ慣れしてるのか知らんけど、ちゃんと人の前に来た時にはマスクしてるし、朝のバイキングもついに、解禁された感じで、まあその中でもマスクしながらちゃんと手袋もしてっていう、人はねやっぱりね佳境に立たせるといろいろ考えるんでしょうね。今はね今日見てると、ついこの間までちょっとコロナの中ホテルとかたまに行ってましたけど、一通り全部閉めちゃってるのが多いんですけど、ここはねその辺のことを注意しながらちゃんと、まあ他も多分そうなんでしょうけどね、コロナ慣れですわね多分ね。いつまでもじっとしててもしょうがないので、まあ、真ん中取りながらやっていければいいかなっていう感じじゃないでしょうか。ということで、グランビリオホテル徳島からお届けしました。それじゃあ皆さんまた。